じゃあダブルストローク、皆さん苦労なさってるかと思いますが、あと自分はできるぞと思ってる人も実はできてなかったりするので、その辺の説明も含めちょっと独特なやり方だったりするので、練習方法とかも。なるほど、はい、あんまりね見たことないっていうか、今まで俺は聞いたことないね、本でも読んだことないし動画とかでも見たことない練習方法があるんですけど、まあでもあの本とかだと結構わかんないですよね、うん、本はね、うん、写真だとわかんないし難しいですよね。あとね動画で見てもね、なんて言えばいいんだろう、ちょっとわかりづらいんだよね。まあそうですね、そうで目の前でやってもらって、うん、それをこここうした方がいいよとかって言うとお互いすごくわかりやすいんだけど、うんうん、やっぱ一方通行だとどうしてもね難しいんだよね、うんうんうん、それで、まあ、ダブルストロークなんですけど、一応基本、まあ、これも賛否両論あって、はい、いろいろあるんですよ、いろいろなパターンが、そう絶対値のがなくて、はい、そのテクニックとかも、はい、賛否両論あるんですけど、うんうん、あの一振り二打を基本としてやりたいと思います、はいはいはい、一振り二打っていうことはこれ一振りでしょ、はい、これで2個打つってこと、はい、一振り二打で、一応これは違うよと、もうどういう点が違うんですか。一応一振り二打はダブルストロークはパーン指パーン、はい、して二打目スパーンみたいな、はい、これ正しいやつですね。正しいっていうか、まあ、僕の定義する、まあ、ここを支点にしてこう、はい、だから手首は動かないの、手首動くのはバーン1打目上がった2打目バーンみたいな、はい、これはあのシングルを2つ打ってるみたいな。でなんでこの方がいいかというと、やっぱ応用なんですよ、はい、応用するときに一振り2打っていう風に思いながらマスターしてると将来応用しやすいんですよ。うん、今まで1個で打ってたものを指ちょっと使うだけで、うん、ダブルストロークにして応用できるっていう、はい、その応用のしやすさがあるので、おすすめなんですが、ですね、まあ、一応今日初めてダブルストロークやるぜっていう人はこのようにしてください。まず右手だけゆっくりでいいので指を大きく開けるようにバウンドってこう、そして握る、ね、もう一回いきますよ、パンパン、多少手首上がっても構わない。ここしてなんでか、ちょっとこれここで持て余しちゃうからどうしてもこうなっちゃったりするので、はい、スピードが遅いのでこれができるように指の先で取ります。結構こう普段から握り込んでるグリップの人がいますけど、はい、こういう人はですねダブルストロークなかなか難しいと思う。なるほど、はい、先で、はい、ちょっとこうグリップの話になりますけど、はい、指はスティックに斜めにかかりますね、はいはい、これちょっと右手ですけど左もそうです、はい、こう、まあ、当然ですよね、はい、まあこれできるように、こう一振り2ですよ、1、ね、1、2でこれが指でこう取れるようになったら左を入れるんですけど、左は1個でいいです。こうでこれをシングル、シングル、ダブル、ダブル、シングル、ね、この時にこの手のこのタイミングは変えない、上げるタイミングと下ろすタイミング、タンタントン、タンタントン、いきますよ、シングル、なるほど、でこのまんまこうで、こっからゆっくり上げていきます。ゆっくりから少しずつ上げていく、そして最初の目標はまあ100ぐらいこうやってできる。結構やりがちなのがこういう人、シングルはこうやってんのにダブルになった瞬間にあれみたいな、腕の動きが止まっちゃうみたいな、はい、これだと意味ないの、はい、でこれできるようになったら同じように左も練習して、今度このリズムタンタンして、だんだん
うん、でできるようになったら初めて両手でやってみましょう、ゆっくり。ああ、なるほど。その時にこうならないようにっていうか、ならないようにって言ってもみんななります。こうね、動きがね別々になっちゃう。1、2、1、2、右、左、右、左。なんかダブルでやるぞっていうのが強すぎてってことなんですかね。あとね、右手が動いてる間に左手を上げたりとかできない。あ、こうやってこういう感じで、うんうん、右、左、こうなっちゃう。あ、間違った。じゃなくてこうシングルと同じ感じで、シングルありきだってことを意識するってことですよね。そうですね、うん、そして上げていく。で基礎に戻りますけど、指は離れない、はい、結構こうなります。指離れちゃったりとか、あと一番多い失敗例がダブルスロークのこうなっちゃう。握りながら2個こう、おう、これ握りながら2個打ってんじゃん、バーンバーン。あ、そうですね、ドゥドゥンドゥドゥンって、それでもこうやって打てるんだけど、ちゃんと握りながら2個じゃなくて当たってから指で取る、そして2段目、ほら1段目の後に必ずこっち行くので、はい、バウンド取って、それから2段目。握りながらだとこう音が詰まっちゃう、ダンダンダン。うまく打てるとスティックとかさ、ほら1段目2段目みたいな大きく、今ここから高さ、ここから始まってもバウンドこの辺まで取れてると思うんですけど、はい、とにかくゆっくりでいいので指でここ支点にして指でバウンド取って、しっかりと2打目握り切っちゃってください。これがもうまずできるように。もちろん初めはゆっくり。そうです、うん、僕はこっから始めて、昔の話ですけど、結構これぐらいでできるようになるまで1年ぐらいかかりました。あ、はい、だから難しいんですよね、やっぱり。難しいです、はい、できる気がしなかった当時練習してて、うん、毎日やったけど、はい、俺の記憶ではね1日15分ね毎日やったね。あ、1日も欠かさず、はい、必ずやりました、ダブルスロークの練習。それでまあちゃんと綺麗な音でできたかなっていうところですね。そうなんですよ、だからコツコツ。そう、はい、それで、まあ、粒立ちを良くするコツとかスピードを上げるためにどうしたらいいかっていうのはまた次回やりたいと思います、はい、お願いします、はい。